鎖、まさに鎖のごとく鋼の絆で結ばれた彼らは悪に対して血の粛清を代行する現代の忍び、最強の同心たちである。おかげでリザキがピンチに追い込まれてんだ。この仕事で自分なりのけじめをつけますよ。俺ら鎖はただの使い捨てなんですか。功を成しても誉れなく、順に死しても墓碑はなく、それでも鎖と呼ばれる彼らは日本任侠道再建のための暗闘に身を投じる。しばらくはこっちに顔出さん方がええかと。ああ、母さん。尻尾はなんぼでも生えておるで。奴自身が白黒つけ手出しを見よう。